タロ散歩チャンネル。ということで、おはようございます。太郎でございます。本日2022年9月2日金曜日、私現在九州は宮崎県宮崎市の宮崎駅前にいるんですけれども、天気予報の通りもう朝からちゃんと雨が降っております。いや、まあこうなるんだろうなっていうのは分かってるんで全然いいんですけれども、でも今日はこの雨の中宮崎からスタートしまして、最終的には九州北部、福岡県は北九州市の小倉まで、まあ、最悪そこまで行ければいいなと思っております。まあ、ということで今日はどんな感じの旅行になるでしょうかね。ちょっと楽しみではありますけれども、まあ、電車が止まらなければいいなという、ちょっとその辺の不安はありますけれどね、まあ、頑張っていきたいと思います。では本日も何卒よろしくお願いいたします。駅の前のこの屋根のところにキッチンカーがいっぱい集まっていて、何やらね、食事ができるようになっているようです。時間まだ朝の9時半ぐらいなんですけれども、どうかな、あ、まだ準備中ですね。宮崎の名産たら、私なんかチキン南蛮とか、それからあそこにあるね、これこういった日向夏とか、そういったものぐらいしか思いつかないんですけれども、まあ、他にも探せばいろんなグルメがあると思います。まあ、宮崎とか九州とか、もともとあんまり土地の栄養が良くない火山灰質のそういった土地では、酪農とか畜産業が盛んなのでね、こういったブランドの牛を使ったメンチカツなんかも売られておりますけれども、あとそうです、畜産といえばやっぱり牛飼ってればこのミルクもありますよね。牛乳を使った製品もあって、まあ、ここのキッチンカーでも今回売られるようですね。駅前のロータリーからして、このヤシダのソテツダの、そういったもう南国情緒あふれるこういった植物がね、もう北海道民の私からしたらもう珍しさしかないんですけどね、まあ、それよりもね、この下の方をひょっと見てみると、ここにね、これがいるんですよ。埴輪がね、こんなところに置いてあるんですよね。その昔 NHK 教育でね、大井はにまるくんっていう、まあ、そういう人形劇っていうのかな、だからそういうなんか、まあ、分かりますか、なんかはにまるくんっていうね、そういうなんか番組があって、なんかそれを連想させるような埴輪が2体こういうふうに並んでるんですけれども、こっちの人型のね、埴輪もなんかこっちの方に見てなんか思ってますよね。なんで雨の中、傘もさせずにこんな風に立っているんだろうか、何がおもてなしの国日本だみたいな感じで。というか目の前にいるのはあれはタロ散歩じゃねえか、なんで九州の宮崎まで来やがったんだこの野郎、さっさと北海道に帰りやがれみたいな、そんな目で見られてるような気がします。東口の方に出ましたけれども、さっきと反対側のことです。昨日夜ね、こっちの方来た感じでは、まあ、駅前のロータリーぐらいしかなくて比較的おとなしいなと思ったんですけれども、まあ、確かにあっちから見ると多分おとなしい場所ではあるんですけれども、1個1ブロックそっち行けば科学館があるらしいんで、まあね、あんまり何もないとかっていうのも申し訳ないんで、科学館ぐらいは紹介しましょう。もうなかなかこういった何を表しているのかさっぱりわからない謎のオブジェも面白いですね。雨じゃなければこういったところの椅子に座ってもよかったのかもしれないですが、まあ今なんか30度ぐらいの暑さですからね、だから晴れてて直射日光がガンガン当たってたら逆にあのお尻がステーキになっちゃうかもしれないです。お尻がウェルダンですよ。でもやっぱりまあまあな街だけありますよね。カラスもあんなところで片付けますけれども、まあ、ただ散歩の野郎が来てるけれども無視して、とりあえず餌でも探しに行こうかなみたいな、そんな感じで辺りをキョロキョロ見渡しております。駅前ロータリーを出てすぐのところにこのドーム型の建物がありまして、これが宮崎県の県立の博物館だったかな、なんだか科学館っていうんですよね。今字幕で出てると思うんですけれども、科学館は確か550円で大人入れるのかなくらいで入れるんですけれども、今回は無料で見れる、私が面白いと思ったものをちょっと紹介しようかなと思います。もう見えてますけどね、あ、ここにも書いてます、宮崎科学技術館、
というところなんですが、コスモランドって書いてある通り、なんか宇宙技術に関するそういった展示が多いらしいです。ちなみに空いてる日は月曜日休みとか、その月曜日が祝日だったらその翌日みたいな感じで、それ以外だったら空いてますよっていう、まあ、あるあるの日程なんですけれども、空いてる時間、時間的なものが朝9時始まりの夕方4時半ということだそうです。宮崎県なのにね、北九州予備校なんていうのはこんなところにありますよ。何でしたっけ、努力が実るってやつですよね。で、今回紹介したいのはこれですね。 Google で見てて、おお、こんなところにこれがあるんだと思って、かなり遠くに遠ざからないと全体がうまく撮れないんですけれども、こちらが H1 型ロケットの、これはレプリカなのか本物のやつを譲り受けたのかどうなんでしょう。でもそのロケットがここに展示してあるんですよ。ああ、そうですね、レプリカですね、モデル、模型と書いてあります。ただ実物大ということで、これが宇宙に向けて飛び立つんですよね、この大きさのものが。スペースシャトルとか人乗せるようなロケットあるじゃないですか、これなんか人乗せないやつですけども、こんだけ燃料タンクがあって、基本あれなんですよ、肝心なものって先端のちょこんとしたところにしか乗っけられないんですよね。それ以外はもう全部宇宙に行くための燃料なんですよ。で、これね、でっかい筒の周りにちっちゃいこの筒がぐるっと並んでるんですけれども、これって最初にこのぐるりの周りの筒の中身の燃料を噴射させて、まあ、ある程度上げるんですよね。で、そうしたらば、この周りの筒のこのタンクの部分の重さっていうのがやっぱり余計に負担かかってしまうんで、ある程度の高さに達したらこのタンクを切り離すんです、周りのやつを。で、そしたらタンクの分の重さは節約できるんで、そしたらばあとはこの真ん中の筒の中にある燃料を燃やして、少し身軽になったこのロケットがさらに飛んでいくって形なんですよね。全長約40メートル、外の直径が 2.5メートル、重さ140トンの2段あるいは3段式のロケット、要するにロケットを1回切り離して2段階で飛ばすか、もう1回切り離して3段階で飛ばすかって、そういう意味で2段3段って言ってるんですけども、まあ、それだけこのでっかいタンクを使って宇宙に飛ばして、140トンもあるものを飛ばして、結局人工衛星、要するに必要なものを持っていくのが550キロしかないんですよね。140分の 0.55 みたいな、そういった効率じゃないと宇宙に持っていけないんですよ、なんでもね。だから宇宙ロケットってタンクがやたらでかいというのもあるんですけども、まあ、それの、まあ、H1 型というふうに言われているもの の模型です。今だから H2 とか H3 とか出てるはずなんですけども、 H1 型は今からおおよそ35年ぐらい前の1987年に菊5号を打ち上げたという、そういう実績もあるようですね。あ、こんな風に打ち上げのプロセスも書いてます。最初に周りにあるこの燃料を燃やすエンジンを点火して、そして1分26秒後にこれを切り離します。で、それで周りのタンクの分の重さを節約します。で、2段目がずっと飛んでいって、で、4分38秒後にはこの下半分も切って、で、さらに身軽になってうんうんというふうになってます。で、最終的にはおおよそ30分ぐらいで宇宙空間に到達するというところでしょうか。すごいですよね。これから我々ね、大分から北九州の小倉まで1日かけて行こうっていうのにね、宇宙に行くのにたった30分着くんですよ。宇宙の方が近いのかって突っ込みたいですけどね、だいたいこういったロケットとか人工衛星というのは高度100キロぐらいだったかな、100キロ上空なんで、まあ小倉より近いって近いですけどね、だから札幌と旭川の途中ぐらいかな、横にして考えると。だから札幌旭川でだいたい120キロぐらいなので、滝川とかすごいですよね。だから札幌滝川間を30分で行くっていうから、まあ特急ライラックよりは少し早いかなっていう、特急ライラックの倍速ぐらいですかね。あと、そう、宇宙空間に行ったら行ったで、ある程度の一定の速度を保って重力によって地球に落下することがないように、要するに何て言うかな、
あの紐の先に重たいボールとかをくくりつけて振り回したりするじゃないですか。であれって振り回すときにあのかなりのスピードがないとあの振り回せなくなるんですよね。あれは遠心力が働くんですよ、スピードをつけることによって。でスピードをつけすぎると今度は逆にそのぐるぐる回ってるところからより外に行こうという感じで外に放り投げられるんですけれども、あの宇宙ロケットの人工衛星も同じ理屈で、紐のついたボールのボールだと思っていただければと思うんですよね。そのボールが振り回されて、でちょうどぐるぐる回って、で外に飛ばされないぐらいのちょうどいい絶妙なスピードを保って、それでこの人工衛星というのがうまい具合に地球の周りを回ってるんです。秒速何だったかな、秒速 7. 点何キロとか1秒間に 7. 点何キロぐらい進めるようなスピードがあれば、だいたい地球の重力と同じぐらいなので落ちもせず離れもしないっていう感じなんです。でそれを超えて秒速11キロぐらいになると、いよいよもう無条件で地球の遠心力を振り切って外に飛んでしまうという、要するに振り回しすぎってことなんですけれども、ボールでいうところの、まあ、そういった絶妙なバランスを保って、人工衛星というのは地球の周りを回ってるんですよね。じゃあこの H1 ロケットの模型があるこちらの宮崎科学技術館を後にしまして、もう一箇所ぐらい歩けるかなと思うんですけどね、どうかな。まあ、ちょっとね雨が小降りになったため、今日の予報は雨なのでちょっと外歩きは正直しづらいなってなります。まあ、雨が降ったで、まあ、雨が降ったら雨が降ったで、まあ、楽しみ方っていくらでもあるから、まあ、別にいいんですけれども。ということで、東口の方に戻ってきましたが、今度はこの東口ではなくて、また駅の中を通りまして西口の方まで行きたいと思います。まあ、せっかくね宮崎まで来たんで、今度は宮崎県庁を見てみようと思うんです。結構歴史的な建物で、なかなかね風格があっておしゃれな建物なんで、ちょっと一回見てみたいなと思うんですよ。で、あの観光案内所の方にさっき聞いたんですけれども、この日一番にあのでから発着するバスで、なんか南宮崎行きでなければ全部この立花通り1丁目というところに止まるので、そこで降りてちょっと歩けば県庁に行けるということです。まあ、雨が降ってるのでちょっとね歩くのもあれなんで、せっかくだからバスを使って行こうかなと思うんですけれども、かなり本数はあるらしいので、まあ、待ってて次に来たバスに乗って行こうかなと思います。あの南宮崎行き以外は全部大丈夫だそうです。すごいですね、街路樹がヤシの木ですからね、さすが宮崎という感じですけれども、もう本当に遠いところまで来てしまったというところですが、ですね、ここが立花通りという通りなんです。でちょっと人がいるんであまりバス停を伏せないんですけれども、向かいとはないかな、立花通り1丁目というところに、まあ、とにかく到着しました。バス代170円でした。こっから歩いてちょっと行ったところに、まあ、宮崎県庁があるって言うんですよ。今じゃあまり見かけない電話ボックスがこんなにおしゃれになってますよ。この緑の電話もなかなか見かけなくなりましたよね。ただ電話ボックスっていうのはなくすわけにはいかないもので、あの災害とかがあった時に強いのはやっぱり携帯電話ではなく電話ボックスということになってます。この辺はちょっと古い建物が並ぶようなそういう商店街ですけれども、まあ、そんなことよりもやっぱり目が行くのが街の街路樹がヤシの木っていうね、まあ、北海道じゃ絶対にありえないこの光景ですよ。まあ、普通にこう南の方にあるような植物が普通に植えられてますからね。まあ、本当にこれはね旅行してみないと、ね、味わえない体験なんて、これだけでも本当に珍しいんで、これですよ、ヤシの木ですよ、普通にヤシですよ。まあ、あとね北海道外に来たなって思う植物は竹とかね、
あのぶっつい竹もね、北海道ほとんどないですからね。松前城のところにちょっとあるだけで、まあ今のこのここの角から、あ、これでありますね、県庁クス並木通り、まあ、クスヌキがここに植えられてますけど、クスヌキもいっぱいありますけどね。でここを歩けばあの宮崎県庁があるはずなんですよ。まあ、宮崎県庁といえば一昔前は昔あの武士軍団にいたあのそのまんま東さん、まあ、今はあの東国原秀夫さんで本名で活動してますけれども、あの方が4年間一期かな、一期宮崎県の県知事をね務めたりということで、最初はタレント政治家でああだこうだ言われたらしいですけども、まあ、でもそれなりに宮崎県をねうまいことアピールして評価は高いですよね、あの結果的に。でこっちも県庁の庁舎なんですけども、まあ、これじゃなくてこれも第2か第3庁舎くらいだと思うんですけども、こういったちょっと趣のある少し古くなった建物とか、あとこちらの方にもありますけれども、ではなくてですね、こっちの方にあるもう木の陰になって全然見えませんけども、このね本庁舎、これがですねすごくね昔から使われていて結構おしゃれなんですよ。まあ、こっちの方にもね県庁の建物ありますけれども、ちなみにこのレンガ造りの建物は何だろうなと思って見てみたら、ここに書いてあります、これがですね県庁5号館だそうです。これも相当古い建物ですよね。大正時代か昭和の初めぐらいに作ったんじゃないかみたいな、そういう建物ですけれども、ちょっとその手の案内がパッと見当たらないですね。この県庁の向かい側にあるこちらが宮崎県庁なんですけれども、あ、見えてきた、見えてきた、 どうですか、なんかチラッと見ても結構あれじゃないですか。これが宮崎県の県庁庁舎、いつぐらいの建物かな、いつぐらいの建物でしょうかね、結構古いですけれども、まあ、ここねあの現役のお役所ですし、あんまりお仕事に邪魔するわけいかないんで、まあ、中に入らずこの辺ぐらいで見て終わりにしたいと思います。ちょっといろいろ見てみたい気はするんですけどね。でそしてやはりあのこのロータリーのところに植えられているのがこれ、ね、ヤシの木かな、まあ、ヤシとソテツよくわかんない、ソテツかな、北海道じゃ考えられないような植物がね植えられてますけども、この辺もそうですけどね。いやもう九州面白いですね。そう考えるとやっぱり北海道にはないものを味わえるのがやっぱり九州のいいところです。あの食べ物とかはね、まあ、似たり寄ったりのところもありますし、まあ、正直言っちゃうと牛とかミルクとかなんかそこら辺は正直北海道にもあるし、普通に北海道も美味しいので、あ、だからまあ、あ、宮崎も美味しいねで終わっちゃうんですけども、植物とかはあの北の大地のくっそ寒い中にねヤシの木とか植えるわけいかないんで、こればっかりは現地に来ないとなんか味わえないですよね。まあ、ここを見ると北方の領土が帰るし平和の日ということで、まあ、南の方でも北方領土返還運動を行われてるんだなっていうのがちらっとわかるような、そういった文言がありますけれども、まあ、その1個上の段で、そうです、31年連続杉素材生産量日本一ということで、林業も盛んなんですよね。まあ、南の方のエリアのいいところは暖かいんで植物がよく育つっていうのがありますよね。まあ、北海道も木材、広大な土地を用いて、まあ、木もそうですし、いろんな農業も行われてますけれども、何分寒いんで冬の成長がねみたいな、そういうところはあります。すごいな、なんかトトロに出てきそうなクスノキですよね。隣のトトロで一番最初にねサツキとメイがね家に着いて真っ先に言うのがクスノキなんですね。クスノキっていうのがありますよね、というぐらい立派なクスノキが植えられてます。本当に南国なんで成長がすごいすくすくと、もうめちゃくちゃよく育てていいなっていう感じですけど、すごいですよね。そう、育ちの勢いがもう全然違いますよね。もう開放的に育ってますよね。すごい、こっからもっさり生えてますからね、すごいな。北海道でこういう木の生え方ってあんまり見ないですよね。あ、これはね、ソテツの木。ソテツとヤシがね、私の頭の中で混同してるんだけど、何がどう違うんでしょうかね。
あ、これはヤシだよな。これは多分ヤシの木。あ、葉っぱがちょっとあれか、あのソテツって確かシダ植物だから葉っぱがちょっと違いますね。ほら、これ葉っぱがこうですよ。あの細いヤシの、あ、細い笹の葉みたいな、そんな感じですけども、こっちはなんか真ん中に1本ふっとい線があって、そこからひょろひょろいっぱい生えてるような、そんな感じで全然違いますよね。まあ、ここには何らかの宮崎県に貢献した方の像が立ってますけども、川越進さんという方らしいですね。何をされた方かな。どうやら本当に明治の初め、もう廃藩置県が行われた、そういうようなタイミングでいろいろと活躍されたみたいですけども、ああ、はいはいはい、そうそうそう、あのですね、もなんか明治の廃藩置県の時に宮崎県ってなんか最初は鹿児島県の一部だったんです。要するに鹿児島と併合されたんですよね。ただそれは勘弁してくれということで、宮崎は宮崎として県として独立させてくれということで粘った方がこの川越進さんっていう方みたいです。川越かもしれないですけども、まあ、というようなことがここに書いてあります。鹿児島から独立運動を起こした人みたいな、そんなような人ですね。そんなことがありました。そして、ね、ここにね、鶏の形をした埴輪があります。これなんか宮崎県、宮崎駅前もそうですけど、なんか埴輪がなんか有名なんでしょうかね。ここに鶏型埴輪ってことを書いてますけれども、そういう埴輪が出土してるので、まあ、これはレプリカですけどね、なんか埴輪の生産地みたいな、そういうようなノリのものがあるんでしょうか。あ、ここにも埴輪が、いろんな形の埴輪ありますよね。まあ、歴史的にはなんか宗教行事とかなんかいろいろ言うんでしょうけれども、まあ、単なる今でいうところなんか萌えキャラのなんか、なんていうの、萌えキャラのフィギュアみたいな、そういうノリを感じますけどね。まあ、あるじゃないですか、なんかこの鶏のなんだかみたいな、このガチャの景品でありそうな、まあ、昔はガチャという存在はなかったかもわかんないですけれども、まあ、昔の人はなんかこういうのを粘土でいろいろこねて面白がっていろんなの作ってたっていうのもあるんでしょうね。まあ、ただこう偉い人のお墓が出てくるんで、まあ、いろんな宗教的な意味があったというのは、まあ、嘘ではないと思うんですけれども、あ、でもね、なんかついでになんかそういうね、おもちゃみたいなの作った人とかね、フィギュアみたいなの作った人とかいると思うんですよね。まあ、萌えキャラっていうか、なんかそう、なんか萌えアニメとかないですけれども、なんか絶対なんかこう、なんか自分の推しのキャラとか作って遊んでた人とか絶対いると思うんですけどね。どうなんでしょうか。それはちょっと弥生時代とかにタイムスリップしてみないと分かりませんけれども、まあ、ということで、じゃあ県庁離れましてまた駅の方に戻りたいと思います。なんか本当は時間に余裕があれば10時20分に宮崎駅を出発する宮崎空港行きのなんか特急なんちゃらっていうのがあったんで、それ乗って特急に乗って宮崎空港行こうと思ったんですよね。というのはなんでかよく分かんないんですけれども、あの宮崎駅と宮崎空港の間は特急列車の自由席であったらば、あの普通列車と同じように乗っていいですよという特例区間なんですよ。だから北海道でいうところの新夕張から新徳の間みたいな、あそこ特急しか走ってないから、まあ、自由席だったらいいよというふうになってるんですけども、ただ宮崎と宮崎空港に関しては普通列車も普通にバンバン走ってるんですよね。なんでかなっていうのがあるんですけど、まあそれはともかく、でもあの普通列車の扱いでいいよっていうことがあれば、あの青春18切符が普通に使えるんで、まあ、青春18切符で乗れる、まあ、特急列車区間ということでちょっと乗ってみようかなと思ったんですけども、すいません、それもうその10時20分発の列車はもう行ってしまったので、もう10時半なんですよ。慌てて宮崎市内の紹介をおろそかにして特急列車乗るぐらいであれば、そんなんであればじゃあちゃんと時間かけて宮崎の街歩いた方がいいなと思いまして、まあ、それで特急列車は捨てました。で、まあ、雨も小降りになってきたので、ちょっとあの街を歩いて宮崎駅の方に戻りたいと思います。そんなに時間かからないはずなんで、20分ぐらいあれば多分着くんじゃないかな、宮崎駅に。まあ、ということで今歩いているのが先ほども歩きました橘通り。ここには橘ストリートということで、こういったね、あの図柄も表現されてますけども、なんかね、建物がやっぱりこう昔ながらの昭和の感じがしますよね。あの平成じゃなくて昭和って感じなんですけど、40代の人が感じるなんか
ああ、昔こういうのが普通にあったよねっていう、そういう街並みっていうの分かりますかね。これが昭和みたいな。昭和50年代とか60年頃とかに、ああ、ちょっとこう、年数少し経ったよねみたいな、そういう風にね、建物があって。そういうのがいっぱい並んでるっていう、そういうイメージなんですよ。で、なんかこれぐらいになると、ああ、なんかちょっと真新しいねっていう、この黒い壁とか。ちょっとこうなんか昭和の終わりから平成っぽさをなんか勝手に感じてるんですけど、私の中ではね。でこのアーケードの柱とか見ますと、やっぱりここにも埴輪がいっぱい描かれてる。いろんな種類の埴輪があります。もう絶対昔のこれガチャの景品じゃないかっていうぐらいね、いろんなのありますよね。まあ、だから根本はやっぱり昔の日本人も今の日本人も、まあ、考えることはあんまり変わらないんだなっていう気はします。なんかこういう建物はなんかやっぱりありますよね。ちょっと昭和っぽいような、こうなんか全面ガラス張りのところが、全面っていうかなんか微妙にガラス張りのところが多くて、で上の方になんかこう夜になるとすごくド派手に光るんだろうなみたいな、そういう看板が飾られてるような。そしてね、やっぱりこのヤシの木とかもやっぱり九州っぽいなとか南国っぽいなって感じがするんですけども、これもあれですね、黒霧島薩摩上州とかってやつでしょうかね。霧島連邦、今回ちょっとスルーしちゃったんですけれども、霧島連邦というのがこの辺にありまして、まあ、その名前、その地名にあやかって付けられたお酒の名前じゃないかなと思うんですけども、そんな看板も普通にあります。まあ、どこにでもあるのはこれですね、あのメガドンキー、すすきのにも、すすきのじゃない、たぬき工事にも普通にありますけどね。こういったどこにでもある看板を見るとちょっとほっとしますけど、このアパマンとかもそうですけどね。でもやっぱりその地域独特のものとかを見るのもやっぱり楽しいですよね。すごいですね。これなんかなんじゃこら大福、これもなんか宮崎の名産らしいですけれども、こういったねチーズまんじゅうとかなんじゃこらまんじゅう、なんかあんこの中にいちことなんだかのなんだかってなんかいろんなものが詰まってる、そういうおまんじゅうらしいですよ。まあ、そしてここにも電話ボックスありますね。その隣にもありますけれども、なんだろう、なんか随分電話ボックス多いですね、ここは。あ、ここにも。立花通りを歩いてるとアーケード街を見つけました。ここが一番街というアーケードで、そして信号を渡って我々がいるこちらが若草通り。今せっかくねちょっと雨っぽい天気なんで、このアーケードの中を歩いて、それで宮崎駅の方に戻ってみましょうか。やっぱりなんか大きい都市に1個ぐらいはアーケード街があるもんですね。そしてこの若草通りを出ますと、今度こちらの方に広がってるうねうねした道は広島通りっていうみたいです。これが広島通りっていうふうに言うみたいです。まあ広島通りはなんかカレー屋さんもあれば、それからここはとんかつ屋さんで、こっちには春菜町の駅ということで食べ物屋さんが結構多いです。こっちイタリアンの店もありますし、これ何でしょう、なんか可愛らしいグルッピーって書いてますけど、これは何だろう。でですね、とりあえず列車が出る1時間ぐらい前なんですけれども、その1時間の間に駅に戻って、そしてやっぱ食事ぐらいどっかでしたいじゃないですか。あの宮崎来て宮崎らしいものって食べてないんです。あの昨日の夜にあのパンとぐんぐんぐるとだけ買って食べただけなんで、あんなのまあどこでもありそうなもんじゃないですか。そうじゃなくて、やっぱりなんか宮崎っぽい何かを食べたいなっていう気がするんですよ。まあ、チキン南蛮ぐらいしか思いつかないんですけどね。そうなるとやっぱり駅前のアミプラザあたりで何か探すのが一番無難かなっていう気もするんですけどね。まあ、隠れた名店とか全然わかんないんで私ね。迷ったら駅前のなんかっていうのは鉄則ですよね。なんていうかな、大きな外れがないっていうか。で広島通りがここまでで、広島通りの先のこのうねうねした道は今度はこれアミロードって言います。
で、アメロードの、 あの向こうの端っこが、あの今回一泊させていただいた駅前のインターネットカフェのある、その場所になるんですよね。で、まあ、アミュロードもいいんですけれども、やっぱりこう街の大通りもやっぱりちょっと紹介したいじゃないですか。で、もう今カメラ向けちゃってますけれども、アミュロードとかそれから広島通り、若草通りがあるような、この道の一本向こう側にあるのが、街の中心の大通りなので、まあ、こっち方面もちょっと軽く歩いてみましょうね。立花通りがあって、街のこの駅前の大きい通りがあってみたいな、そういうような作り で、我々が今回バスで行ったのは、この駅前通りをずーっとまっすぐ行って、そして立花通りを曲がって立花通り1丁目。でそこから県庁。で、県庁から今歩いて、ちょっと裏道の若草通り、それから広島通りを歩いてきたという形です。で、アミロードまで歩けばちょっと裏道歩いて、宮崎駅まで行くこともできるんですけれども、ここが駅前のなんて通りかな、なんか国道とかだったらば、なんか鹿児島方面からやってくる国道10号線っていうのがあって、実はね、そう、桜島見ながら鹿児島のところずっと走ってたのは、あれ国道10号線が並行してたんですよね、のようなものもあるんですけれども、あ、ここはでもね、高千穂通りっていう名前がついてるみたいです。 あれか、なんか、ね、この道をね、ずっとまっすぐ行けば、曲がらずに行けば、なんか国道10号線とぶつかって、まあ、それこそあの宮崎県というのは高千穂ってあるじゃないですか、 なんだっけな、なんか神話時代の神様がここに降りたみたいな、このここに地上に降り立ったみたいな、そういう伝説のある高千穂峡というのがかなり向こうにあるんですけども、あれに通じてる道なんですよね。まあ、そういうことだからどうかわかんないですけれども、あの駅の西口の名前が高千穂口なんていう風に名前付けられてるみたいですけれども、大きい町の大きい通りあるあるで、なんだかよくわかんないモニュメントがここにもあります。本当に何を表しているのかよくわかんないですけれども、この作者が付けたタイトルによると、サンライズ日の出という、そういうような名前だそうです。まあ、浅野博之さんという方が作ったみたいですね。まあ、ということで見えてきましたよ、宮崎駅。あのさっき見かけたクルッキーがここまでやってきました。これ何のバスでしょうね。ちょっと何のバスかがよくわかんないんですけれども、いや、バスなのか、なんかここ乗れるらしいんですよね。でもなんか人乗せてる風でもないですし、なんかバス停が、あ、でもバスなのかな、なんかバス停っぽいとこ止まりましたけど、あ、違うかな、なんでしょうね、これは。ちょっと新たな謎が1個生まれましたけれども、まあ、それはともかく宮崎駅まで戻ってきました。宮崎駅の高千穂口、ここにもマスクをしたあの白いキャラクターと黒いキャラクターがいて、なんかね、宮崎駅になんかね、このキャラクターの看板があって名前が載ってたんですけど、なんか白なんとかの黒なんとかって名前なんですよ、本当に。シロッキー、クロッキーだったかな、何だったかな。まあ、ということで、まあ、ここのアミプラザでなんかご飯食べましょうか。でね、これからちょっと大分方面行くんですけれども、大分に着くのが結構遅い時間になると思うんですよね。やっぱり18切符使うと、ここはどうしてもしょうがないんで。ただあの普通に特急列車をここから馬鹿正直に乗ったとしても、やっぱ3時43分とか、夕方近くなるんですよね。で、一応普通列車乗り継ぎでこれから行くんですけれども、途中特急を一部使わないとどうにもならないところがあるんで、そこだけ使うんですが、それを使って普通列車だけで行くと、まあ、1時間遅れる、ね、5時ちょっと前なんで4時40何分とかに到着するんで、もうこれは仕方ないと思って、今回は。ということは裏を返せば5時ぐらいまでご飯食べれないんで、だったらもうちょっと早めのお昼ご飯ということで、もう11時だったらばお店開いてるはずだから、このアミプラザで軽くご飯を食べて、それから列車11時57分発の延岡行きの普通列車に乗っていきたいと思います。というか、アミプラザの入り口はどこだ、そこか。
ということで、ここのアミプラザの4階の馬屋さんっていうところで、今回はチキン南蛮定食をいただきました。甘酢かなんかを絡めた鶏に、まあ、タルタルソースをかけるっていう、そういうスタイルなんですけど、チキン南蛮って、まあ、本場で食べるっていうのがやっぱり味噌ですよね。美味しかったです。ということで、あと10分程度で列車が延岡方面に出ますので、まあ、今回はそれに乗っていよいよ、じゃあ今回移動を開始したいと思います。まあ、お茶ぐらいは買っていきましょう。100円でした、あのファミリーマートで。まあ、ということで、我々がこれから乗るのがこちらですね。11時57分発延岡行き2両編成で、乗り場が1番でですね、延岡に着くのが1時30分ぐらいかな。なんで結構ゆっくり行きたいと思いますが、よいしょ、お願いします。はい、今日初めてです。かしこまりました、お願いいたします。本日3回目はさせていただきます。はい、はい、ありがとうございます。ということで、3回目のハンコが押されました。確かこれがですね、始発が宮崎空港なんですよね。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。